皆様こんにちは、キースジャガーです。2020年の2月1日土曜日14時42分です。こんにちは。今現在松原ジャンクションの方から、阪神高速14号松原線大阪市内環状線向き、これを全区間走行してお伝えしようと思います。よろしくお願いします。制限速度60キロですね。はい、まだ松原ジャンクションからの合流であるとか、ね、西名阪から来るやつとか、その合流がまだ全部が終わったわけではないので、しばらくちょっと慌ただしいんですけど、はい、この3車線見えておる一番右がね、三宅の出口やったかな、三宅西出口が一番右車線です。出口出られたい方は一番右に行ってください。右側が出口となっております。三宅西出口14号松原線の本線は真ん中車線と左側車線、この2車線となっております。はい、ここで分岐します。三宅西の出口は一番右車線です。はい、制限速度60キロから50キロにここで落とします。急カーブ、事故が多いので注意してくださいっていう、そういうところになります。阪神高速14号松原線14時43分になりました。制限速度50キロです。もう間もなく三宅西入り口から入ってくる車と合流しますし、料金所がございます。この辺もね、譲り合いの心なんか何一つ持ってない車が大勢ごった返す場所なので、平日はギスギスしますね。結構ね、譲り合ったら なんか具合悪いことでもあんのかなみたいな、バカじゃねえかこいつらみたいな、結構ギスギスしますと。まあ、ギスギスするだけじゃなくてギスギスした挙句事故も多いです。お気をつけください。巻き込まれたくなかったら譲り合いの心を持ちましょうみたいな、そんな感じでいいんじゃないでしょうか。まあ、日本を代表するナンバー2やとまでは言わんけれども、その名古屋とか、ね、横浜とかの方がでかいかもしらんけれども、大阪市も日本を代表する街なんやから、もうちょっとマナー良くというかね、もうちょっと気持ちいい街にしませんか皆さんでね。今日は土曜日なんで、ちょっと大阪市内向きガラガラです。渋滞情報出ておりません。なのでギスギスしませんけれども、これ平日のこの14時45分とかやったら、もうこの辺ずっとつながってね、渋滞して動かへんわーってイライラしながら右行ったり左行ったりする車がおるんですよね。どっち走っても一緒や言うてんのにみたいな、割り込みみたいな。はい、キレ売り割りの入り口、キレ売り割り入り口のこの合流区間も見てください。これ 100m あるかなないかなみたいな、短いでしょう。こんなところを左側大型走っておると、ね、合流入り口合流して入ってくる車を封鎖してしまうので、なるべく右側走りたいんですけどね、大型トラックも。はい、平野出口14時46分になりました。私のタイムリミットあと14分で会社着かないかんから、無理かな。残り距離17キロ。難しいな。このままのペースで行けたらいいけど、難波のあたりに一回渋滞あるかな、ないかな。一応渋滞情報は出てなかったんですけども、1キロとか混んだらわからん。
新高速14号松原線大阪市内1号の環状線向きですね。制限速度カーブの区間は50キロやったんですが、この辺りは60キロです。交通情報ラジオ聞いてみようか。こちらは阪神高速路側駒川です。駒川は入り口はあるけど出口はないみたいな感じだったかと思います。幸いこの時間事故や故障車などの障害もなく順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転を心がけてください。マジでスター危ないな老人。阪神高速からのお知らせです。2020年1月29日に駅線はジャンクション信濃橋渡り線が開通しました。16号大阪高線東行きから1号環状線東行きに直接駒川入り口の交流これです。駒川合流、ま、通行止めをしていた信濃橋入り口も合わせて開け放しました。開け放ちました。車線運用が変わっておりますので、ご利用の際はご注意ください。以上、道路情報をお知らせしました。もう一回聞こうか、何にも聞いてなかった。こちらは阪神高速路側駒川です、はい、午後2時47分現在の道路情報をお知らせします。47分、幸いこの時間事故や故障車などの障害もなく順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転を心がけてください。阪神高速からのお知らせです。全てクリアでしたね。どこも赤くなってませんでした。環状線まで時間読み5分と書いてございます。池田線の池田終点まで行っても25分と書いてございます。なのでむやみに飛ばすことはないかと思います。安全運転で皆様お願いいたします。まあこんなことが言えるのは土曜日日曜日、東京と違いまして大阪市内っていうのは土日祝は渋滞しませんから、事故とか工事とかない限りね。安全運転されてください。事故した途端に不思議な渋滞がおかしな渋滞が発生しますので、土日祝はもう交通情報調べずに走っても、目くらで走っても別に渋滞してないんだよっていう状態が大阪市内なんで、昔はそうでもなかったんですが、ちょっと車の量減ったかな、そんな気はしております。昔はね、腐っても大阪やったんでね、一応夜中ぐらいは空いてるんやけど、日中昼間なんか走ったら渋滞しておったもんなんですが、まあ土日祝ぐらいは空いてるか、今と違って昔もどうかな。はい、アベノハルカスの近所を抜けております。カメラに映ってませんけどね。アベノハルカスでかいな、前見て運転しろってことですけれども、はい、ここから制限速度50キロに下がります。60キロから50キロに下がります。急カーブ速度落とせ書いてますね。道路もボロくてガタガタするんでね、スピードを出したままやったら乗り心地悪いんで、落とされたらいいかと思います。事故するのはやめてください。混んでない道が渋滞始まってしまうんでね、事故するのはやめていただきたい。好き好んで、カーブしたからさっき見えてたアベノハルカスがもう一回見えてますけどね、左手で。アベノハルカスはカメラに映らないけれども、左手通天閣がね、社会イノベーションって書いてるでしょ、あれ通天閣ですね。通天閣は見えましたと。スパワールドはもう見えるか、カメラ社会的に。
浜郡、名古屋とかあっちやったっけ、名古屋とか愛知県の方やったかな、音は浜郡とかそんなの茶畑。しばらくね関東とかも何年か行ってないんでね、忘れましたわ。今のところが恵比寿町か天王寺か、まず入り口右から合流がありました。で左からも合流があります。左の合流が恵比寿町で、今右からあったやつ天王寺かな。この辺からね、なかなか入り口乗っていこうかみたいなことがないもんですから、難波で降りたこともないんかな、あるんかな。難波で降りたらどの辺出るんやろとか全く想像つかないんですけどね。降りたことあるかもしらんな。傷の卸売り市場とか昔魚運んでた時はね、あの傷の市場とか行ったんですけど、ここはねあのちっちゃい高設市場なんで、地方高設市場なんでちっちゃいんですよ。あの大阪本庄とか大阪東部とか大阪北部とか、ああいうバカでかいあのね中央市場とまた違ってすごくちっちゃな市場なんですが、この難波の周りの料亭とかにあの卸す魚とかを取り扱ってるんで、すごい高級品なんですよね。大阪府下でも指折りのあの高い魚をおろすというかね、もうおこぜとかあんなね安い店にはなかなか出してないようなやつとか生きたまんま持って行ったりとかね、マグロとかでも高いやつが行くんですよ。五島列島の方のあの剣先イカとかああいうやつもね、一級品っていうか特級品みたいなのが行くんですよね。京都の市場とかああいうとこにしか行かへんようなやつが、大阪では地図には下ろすけど東部も北部も降りませんよみたいな。地図の市場はそういう高級な市場っていう印象がございます。はい、あのごちゃごちゃ言うてる間にあの松原線終わりましたね。松原線が終わって1号環状線、左から合流してくるのはこれ15号境線です。で15号境線に行くあの 港町ジャンクションっていうのをさっきごちゃごちゃ木津市場がどうやこうや言うてる間に通り過ぎました、ごめんなさい。はい、先ほどアナウンスしてましたが、交通情報が、この先ね、この左から合流してくるのはまた昔からあるやつなのでいいんですが、この先に16号大阪高線からこう降りてくるあの 100m か 200m か短いあの連絡橋みたいなのができました。新たに2020年1月29日の午前4時から開通しました。あれのおかげで渋滞もだいぶ減るやろうし、本当に良かったです。あれ開通してくれてありがとうみたいな感じで、それがこの先なんですけどもね、西千葉ジャンクション右側に登っていきますと13号東大阪線に行けます。はい、16号大阪高線と3号神戸線みたいな、それがあのこの西千葉ジャンクション環状線から外れてこっち行くと阿波座の方に行くんですけれども、阿波座の出口は降りれないですよ。ここからは出口ないか、ないですね。見てくれー、この先合流があります。行かないのか、ダンプいい加減にしてくれよ。何やねもう今ね、60キロぐらいでずっと待ってたんですよ、ダンプがおるから、あいつら道譲らんからと思って、なら一向に行かないから、じゃあ前入ろうかと思って加速したら60キロの道路に80まで引っ張らないかんかみたいな。はい、阿波座ジャンクション、これ左側は天保山の方に行きます。16号大阪高線、この右側スロープ登ってます。これが3号神戸線です。神戸方面に行きます。阿波座ジャンクションでした。ここから3号の神戸線になります。
はい、一応南阪などのご紹介ということでおまけで、松原線全区間紹介させていただきました。まもなく到着いたしますのでこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。14時57分、なんとかかんとか15時ぐらいには着きそうかなみたいな。ありがとうございました。失礼いたします。